一生時代と二人で付き合っていける戯曲に出会ったっていうのは二人ともどっか思ってて、すごい最高峰みたいな、やるんだったら五道でしょうみたいな、何もやらない時間っていうことを見つけたってことじゃないですかね。待つという時間、まあ、じゃあ待つことはないよまだ明るいじゃないか。もう考える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 、先進めないね。もう一回ね、もう一回せーの。その両方の反復があって、その中で何を選んでるか。はぁおや悲しい悲しいって言えば言うほど笑える。何なんですかね、この人間の持つ残酷さ。あげるんだよ、今後。